むちゃくちゃだったかもしれないですね、本当にあの時は足はつるわ、スタート遅れるわ、今思い返せますね。そんな無視して地面踏みつけてましたから、うん、普通のことやってちゃダメだと思うんですね。はい、普通のことやってちゃダメですね。人と違うことじゃなくて、人が普通と思うことを普通じゃないと思うことが大事だと思います。外人選手が普通だと思うことを普通じゃないと思うことが大事、それは想像力とか精神的なものがあると思うんですけどね。彼らのことをすごいと思わないようにしたんですよ、もう逆に言ったら、うん、すっげえなーと思って、もうだからすげえなーと思ってこういうこと真似してーなーとかっていろんなことやったんですよ。でもそう思ってるうちはもう その時点で負けちゃってるんですよね。俺の方がすげえんだけどみたいなつもりでね、海外も走ってるんですよ今ね。すんげえ緊張しましたね、すんげえ緊張したし、航空人さんも怖かったし、早そうだなって思ったし、どうしようもできないんですよ、死ぬ気でやったんですよ本当に。だから時間がもったいなくて、じっとしてる時間が、今日吐くまでとか眠くなるまでとかってやってましたよ。3セットって言うじゃないですか、3セットでいいんですよなんかねと思ったら、吐くまでって言ったら吐くまでやめちゃダメなんですよね。それは早い段階で吐いちゃえばやめちゃえと思ってやめると思うんですけど、ね、体力ついてからそれにまでも体力ついてくるから、それさえも時間かかってくるわけです。だんだん限界値って上がってくるし、肌が触れ合わない格闘技っていい風に言ってますけど、まさにその通りですよね。やっぱこう打たれたら打ち返すみたいな、なんかそんなのがあるんですよね。抜いたら抜き返すみたいな、で着順を取るみたいなところがあるので、夢見てた場所ですからね。緊張してるなんてもったいないですよねここだけは不可能だと思ってたんですよ、やっぱ僕も。ちょっとここだけには立てないんだろうなってちっちゃいながらでもね思ったんですよね。ちっちゃい頃ですね、思ってたんですよ。いざ自分が立ってるとなるとですね、こんな緊張してるともったいないと思って、むちゃくちゃだったかもしれないですね、本当あの時は足はつるわ、スタート遅れるわ、今思い返せますね。そんな無視して地面踏みつけてましたから、無意識の中の能力というかね、あれとかって思ってたら置いてかれるような世界ですし、本当にこの一本が長く感じましたとかってなかったんねえだろうと思ったんですけど、なかったです、はい、です。人生で一番長い2分間かなという感じで、やっぱテストで100点取った僕とお父さんに見せますよねそれと一緒じゃないですか、お父さんお母さんに見せるというかね、自分を見てほしい人というかね。まあ自分自身の時はね、ほとんど涙なんか出たことないんですけどね、まあ、自分自身やってきた道を自分のまあ息子みたいな教え子がね、まあ、けなげにこう歩んでくれて、僕自身は現役の時にやっとたどり着いた大陸がどういう大陸か分かんなかったところで、まあ、今度は僕自身と一緒にやってきた、スタートし始めた教え子がその大陸の中で実際にこう中に入っていっていろんな世界を見ようとしてるっていう、そのうまくつながってるなというところがね、これ嬉しいなというのは思います。